君はこの場所から見える風景に既視感を覚え、カバンからあるものを取り出した。夕日を背に優しく微笑む女性、遠くには灯台。やはりこの絵はこの場所で描かれたものか。君は絵の中の女性と同じ場所に立ってみた。すると足元が他に比べてゴツゴツしていることに気づいた。宝箱だ。宝箱が埋まっている。君は早速仲間と協力して宝箱を掘り起こした。宝箱の中には見事に仕立てられた服が一着とメモが残されていた。私にはあの人の愛があれば十分。宝物は私たちの愛のお裾分けとして見つけた方にお譲りします。君は絵の女性の気持ちを汲み、宝物をありがたくいただくことにした。任せろと白い歯を見せて笑い、腰に手を当てて薬を一気飲みした。すると、この薬はまさか。薬の知識に長けたブルーノは驚きの声を上げた。ブルーノは自身の上腕二頭筋に向かい、どうした我が筋肉よとぶつぶつ語りかけている。薬師は、そちらは凝り固まった筋肉を和らげる薬になりますと告げた。ブルーノは腕に力が入らなくなり、ひどくショックを受けている。精神的ダメージが大きそうだ。ここが伝説の塔。
みんな準備はいいかと君が決め顔で叫ぶ。すかさずブルーノがここは単なる古い灯台だと事実を明かす。早とちりした君が顔を赤らめるのを横目に、リディは頬を膨らませてプププと笑った。ただでさえ頑丈そうな扉に封印の魔法が施されているようだ。これでは手の出しようがない。私に任せておけと言わんばかりに、リリーが開けゴマと聞き覚えのある呪文を唱えると、扉は開かず、周囲は一瞬の静寂に包まれた。顔を赤らめるリリー、君は頬を膨らませてププーと笑い返してやった。クロエも封印の魔法を解く術は知らないようで、悔しそうな顔をしている。君は武器で扉を壊そうとしたが、武器が壊れたら修理代がかかるとすぐに思い直した。深呼吸をしたブルーノは扉に手を当て力を込める。荒い息、滴る汗、荒ぶる大胸筋。なんと扉が開いた。封印の魔法も強靭な筋肉の前には意味をなさなかったようだ。これがパワーの力だとつぶやくブルーノを無視して、君たちは塔の中へと足を踏み入れた。
待ちましょう。
ラッキーですね。やりますね。勝ちましょう。
クセレント。ラッキーですね。蹴散らしましょう。ラッキーですね。
勝ちましょう。突然足元が崩れた。君たちはなすすべもなく下へ落ちていく。もう一度登りましょう。蹴散らしましょう。Thank you.
蹴散らしましょう。やりますね。
勝ちましょう。愚かな人間ども、世界を救済せし雫を自ら葬り去るつもりかと魔物が語りかけてきた。何か大事そうなことを言っているようだが、君はさっぱり意味がわからない。リディは早々に考えることを放棄し、メロディーが崩壊した口笛を吹いている。聞く人を間違えた。クロエは魔物の言ったことについて一生懸命考え込んでいて、こちらの呼びかけに気づいていない。そうこうしているうちに魔物が襲いかかってきた。ラッキーですね。